次の川中島をご覧いただきます。真田道や昭和40年代、最後、まもなく武田橋のような施設をぜひ真っ白にもということで作られました。そして、真っ白で一番大きなお祭り、真田祭りには、最初の日は自民会の民謡流しで街の中を、平成元年から自民会の皆様と合わせて、町内の六小学校の6年生が、一緒に踊ってくれていました。今は、真田道の新地のこの二の丸島まで、町内にある六小学校の6年生が盛大に踊ってくれています。真田道はずっと踊り、踊り継がれてきて、まず真田道をどうぞご覧ください。昨日ありがとうございました。
Thank you.